田中総吉は日本の柔道家。一般的な柔道選手が選手としての適齢期を終える31歳で柔道を学び始め、戦前の全日本選手権大会で優勝一度、準優勝一度の成績を残した。指導者としては国鉄や行動館、星薬科大学等で柔道教員を務め、後進の育成にあたった。佐賀県出身。 旧正尾義中学校を中退して、上京、31歳の時に、初めて柔道院に袖を通し5歳年長の高橋、柔造五段に指示した。1927年2月に、行動館の初段位を許されると、翌28年1月に2段、同年9月には3段へ抜群商談を果たした。柔道家として生きることを決意した田中は1930年に、 警視庁水上警察署の柔道助教となり、以後も1931年4月4段、1932年11月には、再び抜群で5段と順調に商談を重ねた。1932年に警視庁を辞して国鉄鉄道文書課に報職し、ここで国鉄職員の他鉄道高等学校にも赴いて指導に当たった。この頃には、 立っては、左内股や、左右の層はばらい、同じく左右の膝車、寝ては固め技に長じ、行動間の試合や、鉄道の初大会には全て出場するほど柔道に、のめり込んでいた。1935年10月に、東京で第5回全日本選手権大会が開催されると、一般青年前期の部に、第2区代表で出場した田中は、初戦で、 第3区代表の高橋武雄五段、二回戦で、第8区代表の日枝慶子五段をそれぞれ得意の、左内股で宙に回せるも、決勝戦では、第7区代表の松前昭義五段に、小内狩りを返されて、選手権獲得はならず。なお、この大会には、市の高橋十三も、専門青年後期の部に出場しており、指定揃って全日本の日の木舞台に上がるという、 光栄によくした。田中は、生来の利き手は右であったが、左組みの相手に、内股がかけづらいので自身も左組みに変え、奥襟を取ってからの俗に言う、飛び込み内股を磨き上げた。大柄な相手の時には左右の総足払いと、膝車を駆使して下から崩し、続けざまに小内刈りや、大内刈りで相手をバタつかせ、最後は、左の内股でほふる。 という得意の形を持っていたという。稽古の時には、右の内股も見せていたが、これはあくまで奇襲用で、技としての決定力には欠けていた。第6回全日本大会で、他の選手権獲得者たちと1936年11月の第6回全日本選手大会では、前年同様、第2区代表として、一般青年前期の部に出場し、初戦で、 1> 第1区代表の伊藤九四郎四段を左内股二回戦で第6区代表のゴンドウカオル四段を横四方方に仕留め決勝戦では第8区代表の競合リアラタチ五段を判定で下して優勝を飾った柔道を習い始めて11年42歳での快挙であり柔道評論家の黒田氏は後に常識では考えられない偉業を成し遂げた 万学でも素質があり、努力すれば大成するという高見本を示した最高の人といえようと絶賛している。1938年に国鉄を退職すると39年には品川区の二葉に施設道場、名武館を開設する傍ら、1941年から1957年まで星薬科大学にて生徒館拳修道教師を務めた。このほか。 終戦直後より、行動官の男子部及び国際部で指導員を、1957年には、都立本所高校柔道部講師を、それぞれ任ぜられている。その後も、柔道制服士として働きながら、行動官審議員、東京都柔道連盟研究部長、品川柔道会会長といった要職を務めて、指導の普及と進行に尽力。この間、 柔道界への永年の功績から1945年5月に、行動館の7段くらい、9年後の1954年5月には、同8段くらいに劣せられた。1955年には、全国の青少年に向け禁煙者より、柔道の習い方を発刊している。田中は1962年まで高段者大会に、毎年出場するなど、 年齢を重ねてからも元気な姿を見せていた。しかし70歳を過ぎた頃に大病を患って、前生85キ 85kg あった体重も 61kg にまで減少。1年間の療養を経て 80kg に回復しその生命力を持って周囲を驚かせたが、1978年10月に83歳で死去した。死後、道場は、 次男の一郎六段が引き継いでいる。ありがとうございます。